ザッサリーマゾイチャンネルです。森の妖精が映りました。ということで、昔、携帯で撮った写真に変なものが映り込んでいましたので、ちょっとぜひ皆さんに一度見ていただきたいと思い動画を撮りました。はい。ということで、えっ、ー、と、こちらの写真を見ていただきたいと思います。これは昔ですね、道路を走ってましたら、あの、大きな木がね、倒れてまして、 で、その、まあ、木を撮った写真になるんですが、で、ここをね、ね、撮った後にね、気がついたんですけど、ここ見てください、ここ。ここにね、なんか映ってるんですよ。反射かなとと思いながら、で、拡大していきますね。はい、ということで、拡大しますと、なんかこんな感じなんですよ。で、最初ですね、あの、 なんか耳の長い、こう、尻尾の生えた、こう、足ですね。で、胴体があって顔の部分があるやつが、まあ、一匹と、その前を、えっと、なんかこう、杖か槍か何かを持ったタイプのやつ。で、胴体と頭と耳みたいな感じのやつが、こう、 木の、折れた木の上をですね、こう、ビューって通っているのかなっていうような、あの、最初、森の妖精じゃないか、なんて言ってたんですけども、っていうような、写真です。はい。こんなのが撮れてしまいましたので、えー、っと、皆さんに見ていただきたくてですね、えー、っと、動画にしてみました。これ実際、な、何ですかね、これ。あの、光の反射ですかね。はい。なんか光の反射っぽいんですけど、 まあちょっと拡大したらね、こういう形だったので珍しいなと思いながら、あの、当時、結構、これずいぶん前の写真なんですけど、えっと、最近ちょっと写真を携帯で見てて、あの、ふっとこの写真が出てきたので、ちょっと動画にしてみました。皆さん、これはただの反射でしょうかそれともなんか、最初予想してた森の妖精でしょうかということで、ちょっと妖精はちょっと、 考えにくいんですけど。はい。ということで、今回はこういった写真が撮れましたっていうのが出てきたので、えっ、ー、と、ご紹介する動画です。はい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったと感じられた方は、高評価ボタンのクリック、チャンネル登録にご協力をよろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、n o もやってますので、そちらの方を見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。